ね、アリバイ作りのようにいきなりその全漁連の岸会長との、会談、あの先週の水曜日に行われて、でもその翌々日ぐらいには、メディア各社に、火曜日に閣議決定をすると、汚染水を海に流すという、決定を火曜日にするという、のが流れて、おそらくレクも行われたんだと思います。これは本当にこう許すことができないような乱暴なあの決め方だと思っています。で、あの皆さんご存知のように昨年の2月にですね、アルプス小委員会が、海洋放出を有力な選択肢というする案を、含んだ報告書を出しました。でそれ以来一度たりともですね、資源エネルギー庁は公の場で、この、アルプス汚染水の、まあ、海洋放出に関する説明会もやっていないですし、当然公聴会もやっていないんですね。でやっているのは、ご意見を伺う場として彼らがその関係団体だと彼らが決めた、主に産業関係の団体ですよね。産業関係の団体とか、浜通りの自治体とか、の、代表者を呼んで、43人ですか、意見を聞いたということです。で、つまり一般市民はですね、きちんと説明もされていないし、さまざまな問題に関して議論も行われていないということです。それからもう一つ強調したいのはですね、実際に放出される水に何が含まれているのか、何がどのぐらい含まれているのかということは説明されていないんですね。で、あのトリチウムが860兆ベクレル含まれているというふうにされているわけなんですが、あの現段階でもタンクの水の中に、7割以上のタンク水で、基準を超えてトリチウム以外の放射性物質も含まれていると。で最大で2万倍であるでということはあの発表されています。で東電は二次処理してから流すというふうにしているわけなんですが、二次処理した結果ですね、どの放射性物質がどのぐらい残留するのかということは、分からないわけです。今で重要なのは総量だと思います。いつもその政府はですね、濃度についていって濃度を基準以下にするっていうことを言うわけなんですが、あの総量としてどのぐらいなのかというのは示されていません。で そしてまたですね、日本政府はあの年間22兆ベクレルのトリチウムを、放出する、40年ぐらいかけて放出するというふうに説明していると思います。でその年間22兆ベクレルなんですが、これは、福島第一原発が2010年に放出した、海洋に放出したトリチウムの量が2兆ベクレルぐらいなんですね。だからその10倍ぐらいの量になるわけです。こういったことも説明されていません。ですいません、ちょっと私あの皆さんにあの喋っていただきたいんですが、ちょっと私がこう理屈っぽい話だけを先にします。でもう一つあのメディアの皆さんにちょっとあの注意していただきたいのは、あの東電とか政府がそのトリチウムの濃度を1500ベクレルパーリットルにして放出するっていうふうに言ってると思います。でこれについて、これはトリチウムの、法令上の濃度基準の6万ベクレルの40分の1だという報道を散見します。しかしこれは間違いです。あの確かにトリチウムの単体で排出する場合の法令上の濃度基準は6万ベクレルパーリットルです。しかし、あの複数の各種、複数の放射性物質が含まれている場合は、それぞれの実際の濃度を割る、告示濃度基準ですね、基準を足し合わせていって、それが1を下回る、つまり全体として、基準を満たしている必要があるわけなんですね。でつまりあの今地下水バイパスとかからのその水の排水で実際にトリチウムの濃度は1500ベクレルパーリットルという運用基準があるわけなんですが、それがなぜ決められたかというと、1F の敷地内には排水以外にも宣言が放射性物質放射線を出すあの施設があるということから排水の割り当ては2割であると。そしてトリチウム以外にもストロンチウム90とかセシウムとかそういった物質が含まれているので、トリチウムの割り当てが1500ベクレルパーリットルだというのは法令上の要求だったわけです。敷地境界線上、
1ミリシーベルト満たさなくてはならないという法令上の基準であったわけなので、そこを重々メディアの皆さん気をつけて行動してください。私がペラペラ喋ってもなんか非常に難しくて分かりづらいと思うんですが、必要であればそれ確かな資料を提出できます。私も規制庁に確認しましたし、東電の発表資料も見ています。はい、これについては本当に重々お願いいたします。ということで特に福島から皆さんいらしているので、一言ずつですね、問題意識というか今の思いということを話していただきたいと思います。まず福島県会津若松市に在住、今日お集まりいただきありがとうございます。先ほど短くコメントもしましたけれども、この今回の菅首相の突然の方針を決定するとかもしれないというこのニュースに対しまして、県内では大きな驚きと怒りの声が上がっています。本当に急な呼びかけにもかかわらず、浜通り、中通り、会津各地で市民たちが自発的に集まって、その反対の行動をアピールをしております。通り行く人たちからの反応であるとか、クラクションを鳴らしてくれたりだとか、やはりそれは本当に多くの市民たちの思いがそこにあると思っています。先月は東日本大震災から10年とか、福島原発核事故から10年というふうにもう連呼されていました。でもその10年というのは本当に人間にとっての勝手な区切りだと思うんですね。地震があったことから分かれば、それはもう本当に大きな自然の流れの中、または私たち人間が手をつけてはいけなかった核というものに対して人間がどれほど愚かであったかということがよく分かると思うんですね。何も終わっていないし、何も始まっていない、現在進行形であると。でこの現在進行形中というものがいい方向に向かっているならまだしも、この度の海洋放出決定するかもというようなこのニュースは、漁業者をはじめ福島県民、そしてこの国に生きる人々、そして全世界の人々のその反対する民意に対して愚弄していると思います。でそもそもその復興ということが言葉がよくありますけれども、復興というのは特に核災害の場合は元に戻ることはできないという大前提があると思います。その大前提というのは、やはり人間は核を触ってはならなかった、命と核は共存できないというその大前提がなければ、私たちは元のその福島県の復興というのはありえないと思っているんですね。その大前提はどこから来るかというと、その意識はどこから来るかというと、やはり核災害を起こしてしまったという大きな反省です。そして私たちはこの未来に対してどういう社会を残していくかということを考えるときに、やはりこの今回の安倍政権からつながる菅政権の判断というものは、民意もそして私たち一人一人が安心して生きる権利も奪っている、本当に愚弄されていると思っています。これ以上身を寄すな市民会議は、昨年の9月、木野正人経産省資源エネルギー庁廃炉汚染水対策官を呼んで意見交換を行いました。その際には2015年8月に漁業者と東電が交わした協定について私たちも言及いたしました。漁業者と東電が交わしたものというのは皆さんご存知かと思いますけれども、漁業漁連の方では建屋内の水は多角種設備等で処理した後も発電所内のタンクに行って責任を持って厳重に管理を行い、漁業者国民の理解を得られない海洋放出は絶対に行わないことという要請を出しました。それに対して東京電力は関係者の理解なしにはというふうに少し狭めた対象を狭めた言い方をしていますけれども、その中でもちゃんとそのタンク内に貯留いたしますという約束があるわけですね。この約束を保護にするのか、東電が保護にしようとしているのであれば、政府は、日本政府はそれを守るようにというふうに指導する立場にあるのではないかというふうに言ったところ、木野参事官もその通りだというふうに認めました。ですからやはりこの約束ごと、日本の中の国民同士の約束というのは守らなければならないし、例えば IAEA とか ICRP とか、それは日本の法律では全くないわけです。それを持ち込んできて、なお安全だとか大丈夫だ、お墨付きもらったなんていうのは全くその根拠となるものではないと私は思います。まあ、よってやはり私たちはこの日本の社会の中に生きているのですから、例えば地方自治法など本当にその自治体がどのようにするかというその姿勢を国がきちっと
守っていく、リードしていくっていうその責任があるわけですから、他の海外 の, その団体の基準を持ってくるのではなく、日本政府は私たちが持っているその法律に照らし合わせる、またはその協定をきちんと守る、その態度を私はもう今一度しっかりと堅持してもらいたいと思っています。以上です。はい、続きまして、福島県郡山市から、大阪ですかねに避難されている森松明子さんにお願いします。皆さんこんにちは。福島県郡山市から大阪市に2011年の5月に2人の子供を連れて避難をしています。で現在もまだ原発事故による国内避難民ということで国内避難を継続しています。でよく、10年も経ってまだ避難をしているの、もう移住じゃないのって言われますが、それこそそのご発言こそまさにこの原発問題が放射性物質をばらまいたという核被害の問題、核災害ということで、各種には半減期が8日のものもあれば、数日のものもあれば、何百年というものもあるという、そういう被害の実態を把握していない言葉だと思います。それからもう一つ、ぜひメディアの皆さんにお願いしたいことは、今 FOE の三田さんも最初にご説明いただいた通り、処理水とよく報道されます。トリチウム処理水とかアルプス処理水というふうに処理水という報道がメディアで流れれば流れるほど、もう処理された水、つまりきれいになった水と一般市民の方は福島から遠く離れれば離れるほどそういうふうに思ってしまいがちになります。私はこれを10年間、言葉の言い換え話法を用いられて、私たち市民や国民や、そして全世界の人々の権利を奪っているというふうに、この10年間感じ続けています。処理水ではなく汚染水です。価値観とか解釈の問題とか、感情論という話ではないのです。原発事故が10年前に実際に起きて、ばらまかれたものは放射性物質です。この問題は先ほども申し上げた通り核被害なんです。放射性物質による放射線被曝の問題であり、それがこの問題の本質であり、本質をそらす議論は結果として私たち自身が今手にしている権利を手放すことになると、この10年間感じ続けています。放射線被曝から免れ、人々の命や健康を守るというのは基本的人権の中でも命や健康に関わる一番大切な権利です。それがもちろん福島県およびその周辺住民たちは奪われ続けてきた10年ですが、まさにこの汚染水の問題でも、汚染水を海洋に放出するということは無差別に今度は世界につながる海を汚し、環境を汚染し、世界中の人々を被爆の脅威にさらすということに他ならないということを、私たち福島県民をはじめ周辺被害に遭った住民たちは自覚的に考えています。ですからこういう不可逆的な被害を拡散するような行動はやめていただきたいと断固反対しているわけです。でもう一つ、最後に、言い換えの話をしましたが、アンダーコントロールと、この前政権は言いました。でこの今の政府も、それを継承する政府ということですが、アンダーコントロールの慣れの果てが、海水で汚染水を薄めて海洋にばらまくということなんでしょうか。私には2人の子供がいますが、環境問題を考えるときに汚染水、液体の汚染が出たときには水で、たくさんの水で薄めて河川や海洋にばらまけばいいんだよと子供に教えられますかという話なんです。そんなことがまかり通っていいはずがなくて、それをしようとしているのが、菅さんが突然言い出したこの海洋投棄ですね、海洋放出ではなくて、これも、汚染物を投棄するという、そういう問題だと思っています。ですから本当に問題の本質をそらさない議論、そしてメディアの皆さんにはぜひ言葉は正確に伝えてほしいとお願い申し上げたいと思います。被爆から免れ健康を享受する権利は基本的人権です。この問題は環境問題であると同時に基本的人権の問題でもあると私は思っています。私からは以上です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。続きまして浪江町から避難されている今野澄夫さん、お願いします。私の浪江町にはですね、受戸漁港という漁港がこの10年かけて復旧されました。
そして市場も完成し、近くには水産しらすですね、シラウとかシラスの水産加工場ができました。船は30隻ぐらい今持ってきて、前は50隻以上だったんですけども、どうしてもやっぱりやめちゃって、今30隻ほどが出ています。で、3月に行った時にはですね、週に3回試験操業という形で漁に出ていました。で、この4月から本格操業ということで、毎日魚を取るという状況においてですよ、突然のこの海洋放出、もう漁民も怒ってますよ、当然。全漁連反対です。当たり前のことですよ。魚が取れなくなってしまう、売れなくなってしまう。科学的な、医学的な話しますと、トリチウムというのは、遺伝子の DNA の塩基を結びつけている重要な部分なんです。それがトリチウムに入れ替わって、トリチウムが、に入れ替わるとか、遺伝子がですね、自分の遺伝子が放射線を出して遺伝子を傷つけるということなんです。私は原子力で本当働いてました。ある程度の知識があります。そんなですね、本当に実は HF の放水口、温排水口を出すところにあるんですけども、その近辺で魚を釣るとですね、今までにね、背骨の曲がった魚が 何匹も取れてるんです。そして漁協の人はね、それは把握して、そんな魚は売れないんでね、捨てていますけども、そういう魚が増えるということになるんですよ。トリチウムが安全なのと、こんなのは絶対のデタラメですからね、水深側の受け戸漁港はじめで、いわきからそのままで常磐ものというブランドなんです。魚、ヒラメ、常磐もののヒラメ、常磐もののアンコウ、常磐もののメヒカリ、黒焼きで取ります。そして相馬の方ではですね、でヒラメは、まあ、受け取漁港のヒラメが一番なんですけど、で相馬沖の方に行きますと、今度はホッキガイ、それとあとズワイガイですね、冬になるといっぱい取れます。これは全部ダメになります。実は日本海側のですね、旅館で出してる越前ガニと称しているものは、相馬から陸送してったカニなんです。裏話を言うとですね、旅館で使ってるのは本当の地元で取れたのは、タグついてるやつだけなんですけど、そういうね、もう水産資源が全部ダメになっちまう。それこそカツオです。あと一番はね、いわきのカツオ、カツオの状態一番いいのはいわき沖なんですよ。のぼりカツオもそうだし、戻りガツオも一番いい状態で上がるのがいわき沖なんです。これは全部食べれなくなってしまうんです。そして当然海がつながってます。日本だけで済むわけがないです。昨日ですね、大五福竜丸の展示館に行ってきました。東京のそうですね、あそこの有名な島のですね、あの時起きたこと、クロマグロ全部捨てたんですよ。同じことが今度起きるんですよ。あれはブラボー実験でね、水爆で海が汚染されて、マーシャル諸島の海が汚染されて、そしてもうね、太平洋中のマグロが食えなくなった、カツオも食えなくなった。同じことを今 やったら起きるんです。そんなこと絶対ダメですよ。魚は食えない、それを食べたら、例えばそれを取って食べたとしたら、人間がこの病気になってしまいます。絶対認められません。 1F、2F にはまだタンクを作ってですね、汚染水をためる場所があるんです。 1F がいっぱいになんだったら 2F に作ればいいんです。国家石油備蓄基地ですかのような大きなタンク作れば、もちろん FOA も提言してますが、その方法があるのに、それを検討しないで放出することだけを検討してるの、とんでもない。お金を優先して、健康なんか人の命なんか何も考えてないのが今の政府です。法って許されるものじゃありません。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、ノーニュークスアジアフォーラムジャパンの佐藤大輔さん、お願いします。今回の、汚染水については、社会中がねすごく注目してまして、いつも僕らはアジアの反原発運動団体のネットワークを28年間やってるんですけれども、これまで署名運動とかね、
共同でいろいろ署名やったりするときは賛同団体っていうのはたくさん集まったりするんですよ。ところが今回は初めて呼びかけ団体っていうことで24カ国311団体が呼びかけたんですね、署名を。それで2ヶ月ちょっとで、6万4000何百集まりましたね。88カ国ですかね。本当に世界中の人が注目してるんですよ。オリンピックのこともあるだろうけども、もっと大事なのは日本が、迷惑をかけるわけなんだけども、それぞれの国で似たような状況、同じような似たようなというか共通の状況っていうのがあって、どこの世界中どこの国でも、原発を維持したい人たち、原子力村がどこの国にもおってですね、でその放射能は大したことないよ、原発安全神話は言えなくなっちゃいましたから、放射能安全神話がどこの国でも今せめぎ合いの元になってるんですけども、どこの国でも原子力村、原発維持派は維持したい人たちは、放射能は大したことないよっていう今言い方です。でそれに対してどこの国でもそんなことないよっていうことで、そのせめぎ合いになってる状態なんですけれども、日本は迷惑をかけてですね、放射能は大したことないよっていうのを世界中に広めようとしてるわけで、これは世界中でやっぱり問題になって大きな声が上がってくるだろうというふうに思います。ただことでは、ただでは済まないと思います。はい、ありがとうございます。続きまして原子力資料情報室共同代表の坂秀幸さんからお願いします。はい、坂です。私たちの団体は10日の日に声明を発表しました。今日ここには持ってきてないんですが、ホームページ、原子力資料情報室のホームページにありますので、関心のある方は見て確認してください。5点ほど理由を挙げていて、もうすでに今日ほぼほとんどがここで話されています。合意が得られていないということ、放射性物質による危険性、健康への影響の懸念、特に放射性物質は拡散させないことが大原則だと思います。その点が書いてあります。それから、漁業への影響ということも触れています。でもう先ほど話をされましたけれども、これに加えて復興のために40年廃炉だって言っていて、で40年廃炉のために汚染水を出したいと、汚染水を出すことによって漁業が壊滅的になる、これ漁業だけじゃなくて観光業とか他 の、農産物にも影響がいくと思うんですけど、これでは復興になりませんよね。だから政府は逆のことをやろうとしているというふうなことを特に、この場では指摘しておきたいと思います。それから捨てなくて、先ほどもちょっとありましたけど、タンクに貯蔵する、継続するべきだっていう話で、原子力市民会もそうですが、コンクリートポカっていいますかね、モルタルポカとかも言われていますが、セメントと、混ぜて、固めてそれを処分するというふうな代替案を提案しています。でこれは政府のタスクフォースが以前に5つほど検討したやつの1つですね。でそれをやっぱりもう一度きちっと取り上げて、海へ捨てなくてもいいようにすべきではないかというふうに考えています。で最後に、これからですね、理解が得られていないから、もし明日ですね、報道にあるように決めるとすると、おそらく政府はその合意形成に向けていろいろと説得工作をしていくんだと思うんですけども、私はそのこれまでのやり方は、経産省が結論ありきの状態で委員を選任して、一人の一人の人はいい人だと思いますけれども、それで海洋放出っていうのをベストだみたいな、一番いい安上がりの方法だみたいないい結論を出しているんだけれども、それは一旦ご破産にして改めていろんな処理方法、民間の人たちも提案していますし、その中では本当に40年で廃炉にできるのかっていう根本的な問題提起も
原子力学会の方も含めてやっているわけですから、そういったことを全部をテーブルに載せてですね、でそして福島の市民の人たち、いろんなステークホルダーの人たちが入って、改めてどういう方法がベストなのかということを議論をするって、そういうふうなことをやってほしいというふうに思います。結論ありきの方法で、しかもなんでこの時期に決めたのか、方針出したのか分かりませんけれども、方針を出してもすぐには実施できないし、実施主体は東電で、東電は先ほど言ったように、絶対捨てないと、合意なき放出はありませんと約束しているわけだから、結局はこれから本格的な議論を進めていくということになるというふうに今考えていて、そういうことを真剣に政府の方も取り上げて、合意形成に、単なる理解活動じゃない合意形成に進めていってもらいたいと思っています。以上です。はい、ありがとうございます。続きまして、グリーンピースジャパンの鈴木和恵さん、お願いします。はい、それでは今まで出てない3点だけ補足したいと思います。まず1点は、3月11日に国連の特別報告者5名、有害廃棄物、それから食料の権利、国内避難民の権利、健康の権利、水と衛生の権利の特別報告者5名が、連盟の声明文で、環境と人権に大きな危険を及ぼすものであり、汚染水を太平洋に放出するという決定はいかなるものであっても容認できる解決策ではないとしていることを、ちょっとお伝えしたいと思います。お手元の方に国連広報センターの日本語仮訳を配布させていただいてますので、どうぞご参照ください。それから2つ目は、放射能汚染水を海に捨てるということは国際法上の義務をないがしろにするものということです。日本が批准している国連海洋法、こちらの方で海洋環境の汚染を防止するということが義務、加盟国の義務になってますので、それを避けるためには最善の方法を取らなきゃいけないと言っています。海洋に捨てるということが最善の方法とは言えませんので、こちらは義務をないがしろにしているものだと思っております。それからもう一つは、これから薄めて出すということで、何十年も、20年以上は必ずかかると思いますけれども、その20年の間、東電に放出管理ができるのかということで、東電の放射性物質を扱う適格性が今問われていると思うんですね。中央制御室の不正入室問題なんか、そういった、これまでも隠蔽などもありますし、情報公開の問題もあります。これから長い間放出管理ということを東電に任せていいのか、その東電信頼ができるのかという問題、適格性、放射性物質を扱う適格性があるのかということもあると思います。このこともありまして、海洋放出には全く容認できないと思っております。ありがとうございます。今日はですね、廃炉ってそのデブリの取り出しを前提としていて、しかもそのロードマップ上、その3、40年で終わるというようなロードマップを描いていて、でも報道にある通り、その廃炉の結果どういう状態になったら廃炉とするのかっていうことに関しては明確にされていないっていうのが現実だと思います。でところがデブリの取り出しについては困難を極めていて、非現実的で、デブリ取り出した挙句どうするのかっていうことが決まっていないと、当面キャスクに入れて保管するんでしょうが、おそらく周辺の自治体はどっか持ってきてくれっていう立場だと思うんですが、今のところは敷地内でキャスクに入れて貯めとくっていう前提の敷地の利用計画になっているんですよ。だからここはそのキャスクで使うとか、ここはそのデブリ取り出しのための試験のための場所であるとか、そういう敷地の利用計画になっていたから、タンクを置く場所がないと。でちなみに原子力審議委員会では、デブリの取り出しは無理だと、もしくはかなり不可能に近いっていうような見解で、しかも危険度が増すと、格納容器に入っているものをわざわざ取り出してキャスクに入れるとはいえ、被爆も結構、作業員の方々あるでしょうし、危険度が増すという見解で、当面外交シールドをかけて取り出さないことを提言しています。でかつ、敷地が例えば北側の
今土が積み上がっている捨て場とされている敷地とか、タンクのために使える場所というのはあるわけなんですね。先般その河北新報が報道していましたが、東電はまた新たなタンクを作るとも言っています。であとは旧式のタンクを解体したスペースがあるというのが去年報道されていました。2年分あるというような報道でした。 ですから確かに敷地は混み合ってきているのかもしれないけど、それでも実際に私自身も GF に見学に行きましたが、北側にはまだ使える7、8号機の建設予定地にね。だから東電もデブリ取り出しを前提にしてどん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 こう、ここは使う、ここは使う研究施設だっていうことを言ってるんですが、その合理性っていうのが議論されていないっていうのが現状だと思います。バンさんとか何か付け足す？大体そんなようなことだと思います。で、その、もともとは水管にして取り出せたらいいんじゃない、取り出せるんじゃないかっていうのが、もう水管方式がダメになって、今なんか横に穴を開けて気柱方式でやるっていう風な方針変わりました。それによってそもそも廃炉計画がもう成立しなくなってきていると思うんです。で、それはなぜかといえば、もう横から穴を開けてどこにどんだけデブリがあるかっていうのは調査しきれてないし、多分しきれないと思います。カメラの問題とかなんか上から覗くのとは全然わけが違うので、だからその40年っていうのは福島県の願いかもしれないけど、まあ、知事は強く思っていることかもしれませんけど、40年というのは無理だということですね。それで、取り出せないので、そのすっぽり、先ほど水田さんがおっしゃったようにすっぽりもう一度外側にカバーというかシールドというかそういうのをかぶせて空冷方式で長期に、まあ、空冷方式にすれば汚染水も出なくなりますので、その空冷方式に移行して、でその状態で、まあ、100年とか150年とか、まあ、200年と言ってたから、それぐらい、まあ、置いておいて十分放射能が減衰してから、まあ、壊すなら壊す、まあ、そのまま壊さないという選択肢もあるかもしれませんけど、そういうふうにすればよいと。そうすると、まあ、汚染水もそんなに増えなくて済むし、今よりかは増えるかもしれんけどそれだけ増えなくて済むし、でそれについては固化して、なんていうの、海に捨てないようにすればよいというのが、まあ、市民委員会が提案している大体の概要ですね。基本的には空冷化、長期貯蔵、汚染水の発生を止めてある分については固化をしていくという、こういう図式になっています。